たなプロ野球シーズンが幕を開け、注目の動きが球界をにぎわせています。その中で西武ライオンズのセットアッパーを務め、国内 FA 権を行使しつつも残留を決断した平井克則投手31が契約更改に際して舞台裏での激動の模様が浮かび上がってきました。活躍によってチームを支え、通算100ホールドを達成した平井投手。しかしその裏では球団との契約交渉が一触即発のムードに包まれていたようです。平井投手が推定年俸9000万円の2年契約で公開したところ、会見の中で球団から投げかけられた厳しい言葉が揺れ動いた瞬間、球界は騒然となったのです。デスクはチーム最多の54試合登板で通算100ホールド達成だろ、もう少し評価されてもいいけどな、残留意思を示しながら FA 宣言した時はもやもやした気持ちもあると言ってたけど、ちゃんと解消されたのか心配だなとコメント。平井投手の実績に対する評価と球団との駆け引きが交錯する中、その行方は未だ不透明なままです。会見の中で引っかかったのは球団側からの厳しい言葉、正直活躍できるのは長くないよねとの発言に、平井投手は拒絶の構えを見せたといいます。交渉した渡辺 GM も葉っぱをかける意味合いではないと語り、一触即発の緊張感が漂った様子が浮かび上がります。球団と選手の間に横たわる溝はなお渦まらぬもののようです。またFA 権を行使した時についてくるはずの再契約金についても平井投手はありませんでした、これは書いていただいて構わないと断言、昔ならば怒りの保留といった見出しが躍る展開だったことでしょう。球界の裏側で繰り広げられる契約交渉の厳しさと複雑さが浮き彫りになりました。そんな中、平井投手は先輩である増田至る至り投手に相談を重ね、信頼できる人がいたからこそ残留を決断したといいます。一方で本人と球団の評価の差は依然として存在し、成績に対する適切な評価との調和が求められています。時代が変わっても変わらない選手と球団との契約交渉の舞台裏、平井投手の今後のプレーがこの一連の騒動をどのように収束させるのか、ファンたちは注目しています。不透明な未来に向け、平井投手がどのような活躍を見せるのか、野球ファンにとっては興味津々の展開となりそうです。